フリソンパークはイングランドマージーサイド州リバプールに位置するサッカー専用スタジアムである。ライバルであるリバプール FC のホームスタジアムアンフィールドとは公園を挟んで 2km ほどしか離れていない。原使用者のエバートン FC は創設時アンフィールドを本拠地として使用していた。しかし当時アンフィールドのオーナーであったジョンホールディングが エバートン FC に対して賃上げを要求したため、エバートン FC はこれを拒否し、グディソンパークに移転した。このグディソンパークはイングランドで初のサッカー用スタジアムとして会場。1892年8月24日に会場し、9月3日のノッティンガムフォレスト FC 戦がリーグ戦での最初の使用であった。 1894年には FA カップ決勝戦にも使用された。2021年2月23日にエバートン FC の新スタジアム建設計画がリバプールの市議会で1ヶ月後の3月26日にはイギリス政府によりそれぞれ承認されることになった。新スタジアムはリバプールの北西部ブラムリームーアドックに建設され、 収容人数は52,888人で2024から25シーズンに会場を予定している。グディソンパークに関しては8,200万ポンドをかけて再開発が行われ、住宅や医療施設、レジャー施設などに生まれ変わる予定。ノッツカウンティー対ボルトンワンダラーズ FC ノッツ、カウンティーが4対1で勝利した。エバートン新スタジアム、政府の承認受け建設へ。 ヤフースポーツ、二千二十一年三月二十八日閲覧、ありがとうございます。